州大水害は昭和28年の7月18日前後の集中豪雨に起因する水害である。和歌山県中部を中心として山崩れや崖崩れ、洪水が起こり、和歌山県史上最悪の気象災害となった。28年水害、7.18水害などとも言う。昭和28年7月17日から翌18日朝にかけて梅雨前線による豪雨が、 和歌山県北部を襲い、和歌山県の山間部では24時間で500ミリメートル以上の雨量を記録した。これにより引き起こされた水害は、死者行方不明者、計115人、家屋全壊3209棟、家屋流出3986棟、崖崩れ4005所など、被災者は26万2000人に上るという、和歌山県史上最悪の気象災害となった。被害は、 和歌山県内の有田川、日高川、熊野川を中心に県内全域に及び上流の山間部では各地で土砂崩れ山津波を起こしその下流平野部では大規模な河川の氾濫が起き両方で大きな被害を出した特に日高川と有田川が被害甚大で有田川上流の花園村では深層崩壊による大規模な地滑りにより 中心集落が壊滅したという。また、日高川河口では、上流から流された犠牲者の遺体が浜を埋め尽くしたという話も残っている。前述の花園村では、山腹崩壊が土石流を起こしただけではなく、有田川をせき止めた天然ダムを形成した。この天然ダムは、同年10月の台風で決壊し、溢れた水は復興に向かっていた下流地域で、 仮定防を破壊して二次災害を起こした。これだけ被害が出たのは、記録的な短時間豪雨だっただけではなく、戦中戦後で山林が荒廃し、河川防災も立ち遅れていたことも災いしたと言われている。なお、故障は、必ずしも確定しておらず、情景の名の他に、南紀豪雨、和歌山地方大水害、昭和28年7.18水害、18、 水害などいくつかの故障が見られる。和歌山県内では7.18水害がほぼ定着している。時期的には梅雨の後半にあたり、集中豪雨が発生しやすい時期である。この年の7月14日に航海上で発生した低気圧は、精神して日本海に入り、これから南へ伸びる閉塞前線が、東海地方で寒冷前線を呼び、停滞前線につながり、 さらに西に伸びていた。この前線の活動によって各地でい雨が発生、特に7月17日から18日にかけて、紀伊半島の中部山岳地帯で集中豪雨となった。この時の雨は、高野山系から大峰山系にかけてに集中し、その間の流人では450ミリメートルまでは観測したが、相当量が溢れたとみられ、この地域が日高川、 有田川の水源にあたり、おそらく500ミリメートルほどの雨が降ったと考えられる。後の聞き取り調査によると、有田川源流域の花園村付近では17日の24から24時から18日の3から4時頃に、最も強く降った。奈良県、猿ヤの時期雨量計で18日2時頃に時間雨量69.9ミ、mm、リメートルと、あるが、古外のバケツが1時間でいっぱいになったとか、 山のこの葉が雨に打たれて落ちたなどの目撃などから、最大で時間あたり100ミリメートルほどになったのではないかとも言われる。なお、この雨は極めて局地的で、この間に和歌山市では132ミ、mm、リメートル、潮の岬で95ミリメートル、大阪ではほとんど降っていなかったという、洪水の初期にすでに水は堤防を越えた。有田川では、 下流域の堤防が決壊したのが午前7から8時頃で、これによって流れの幅が500-1000メートルも広がったにもかかわらず、さらに水位が上がり、最高水位は午後4時頃に記録された。蒸気のように直接の原因である豪雨は17日の深夜から始まった。以下、和歌山県国家警察隊の記録を主に示してみる。20日に若くちに、 救助の人員が入り、救援物資が届き始める。しかし、花園村の天然ダムの報告は21日の12時であった。また15時35分には、御坊所から川上村で被害人大、合室寸前との報告が入っており、この日に、やっと被害の連絡が、山間奥地から届き始めているらしい。豪雨が始まってから約2時間で河川の水位は上昇し始め、 これによって河川沿いの集落では浸水や地盤ごと家屋が流出した例もあった。最高水位は午前中である。山間部ではあちこちで斜面が崩れた。有田川沿いでは大規模なものが10カ所、中程度のものが50カ所、小さなものは数百カ所にも上った。これによって河川はあちこちでせき止められて天然ダムを作った。その際大規模のものは花園、村新湖。 金剛寺部落付近にできたもので、高さが80メートル、幅250メートル、貯水池は平均幅300メートル、長さは5キロメートルにも達し、貯水量は推定で3000万立方メートルにも達した。また、こうして河川に流入した土砂と樹木は下流へと流され、下流での洪水被害を増大させることとなった。また、この多量の流入が、 河川の水位を急増させる効果を持ち、それが堤防の決壊を引き起こす原因の一つとなった可能性も示唆されている。樹木は橋に引っかかって橋を壊す効果も持ち、また、橋に樹木が引っかかることで水の抵抗が増すために水位が上がり、そのやや上流で堤防が決壊する事例も多かった。下流域では豪雨が始まって数時間後に水位が上がり、 各地で堤防が決壊、洪水となった。田畑の多くが冠水し、農業被害も大きかった。流入した泥や樹木も大きな被害のもととなり、復興にも障害となった。大きな水害になったのは、岸川、有田川、日高川、熊野川である。本流の木の川でもあちこちで洪水が発生する被害があったが、特に岸川流域の被害は大きかった。 水位は約6メートル上昇し、各地で洪水、家屋が流出するなどが起き、特に、三里町の上上野、の下、上の長谷も、も原、国吉で被害が大きかった。岸川町と桃山町では、堤防が決壊して本流が移動したため、荒い掘り箇所が1ヘクタールに達した。上流域では、山肌はあちこちで崩れ、有田川上流の糸郡花園村では、 高さ240メートル幅350メートルに渡って地滑りが起き、これによって約100個の家屋が消えた。これはこの水害での斜面崩壊では最大規模のものである。このような流出土砂によって上述のように多数の天然ダムができた。徳田などの集落はその全部が流出、集落の多くが流出したところもいくつかあった。北寺の地滑り地では 花園村役場と民家18戸を埋没させ96人を生き埋めにした。有田川は増水が最も激しく、最大で10メートルの水位の上昇があった。殿原、宮原などの堤防が決壊し、安田、宮原、三島などの地域が泥の海になった。金谷橋は午前7時に流出、それより下流の橋は一つを残して流出した。 規制再生は、宮原駅前後が2 7トルにわたって流出した。また、宮原小学校、安田中学校は校舎全部が流出した。洪水の引いた後には泥や樹木が取り残されたが、その厚みは1メートルにもなり、家屋がほぼ埋められる状況も見られた。日高川の水上昇は最大で7メートル設置されていた橋は、 上流から下流までそのほとんどが流出した。各地で堤防が決壊、下流域のご坊市周辺一帯はほとんど冠水し、水の引いた後には泥と樹木が積み重なっていた。熊野川では、元宮地域の被害が大きく、各地で山崩れが起きた。また、林業被害が大きく、流出した木材は12万国に及んだ。これらの木材はその後に一部が海岸に流れ着き、 山をなすこともあった。有田から日高にかけての河川では、それなりに水害が生じ、例えば国道42号線では、切目橋と南部大橋が流出している。ちなみに、参考文献に挙げてある、目で見る100年のシリーズは、和歌山県を6地域に分けて出版されているが、和歌山市と田辺、西室の巻はこの災害を取り上げていない。和歌山県内の被害は、 以下の通り、被害金額としては以下の数字がある。計444億1098万8500円。この雨はさらに2日間続いて収束した。平野部では洪水が引いた後、家屋や道路が泥や樹木などに埋まっており、それらの撤去が最初の作業となった。山間地域では多くの橋や道路が壊れた。現在と異なり、通信手段や 通信技術が未発達だった当時の山間部地域において橋や道路の損壊は街頭地域と外部との連絡手段を完全に喪失することを意味した。このために奥地の集落の多くが連絡を失って孤立し、後の復興にも大きな影響を与えた。花園村では藪ブが使われたこともあった。日高川上流でも橋が流出し、 対岸との連絡が取れず、3日目にお宮に保管してあった弓を使ってやり取りすることを思いつき、それでやっと連絡できるようになったという。従って当初は中流軍の飛行機による物資の補給に頼らざるを得なかった。また各新聞社などのヘリコプターも活用された。23日には保安隊増援部隊が到着し、24日になってようやく陸路の連絡に、 見通しがついた。実際に連絡が取れるようになるのはさらに後のことで、当初は足だけが頼りであったよし。日高川では船月村まで王と三輪が入れるようになったのがようやく三十日になってである。それより奥は人間が荷を担いで運び、リレー式でより奥地へ運んだ。政府は少し前に起きている九州水害を含め、 このような大災害に見舞われた地域の復興の促進のためには災害対策特別措置法を提出し成立させた。この水害もその適用を受け、また災害救助法の適用によって仮設住宅や家屋復旧、制御資金貸し出しなどを受けられた。なお、この年の九月十五日には台風十三号が四国沖から潮の岬の東方キロメートル余りを通過し、 この地域は暴風雨に見舞われた。これによって復興のための応急工事はほとんどが破壊流出し復興にさらに時間がかかることとなった。この災害の原因は当然ながらその集中豪雨にある。これは予想が甘かったというよりはこの時の降水量が激しすぎたと見る。矢野勝正は7月22日に他3名とこの地を通さし当初は 水源地で400ミリメートルの降雨との情報から、このような大洪水になるような数字ではないと考えていたという。調査の結果、水源の山岳地では650ミ、mm、リメートルにも達したのではないかと推定している。有田川ではそれ以前には推定される洪水の規模として2400リッター、片メートル毎秒としていたのに対し、この時の水量は4800リッター。 片メートル毎秒と推定。日高川では同じく想定が4500リッター、片メートル毎秒に対して6300リッター、片メートル毎秒と推定し、いずれも記録破りの量で、堤防の決壊はやむを得ないと言っている。さらに、山間部での土砂崩れによる川の咳止め、あるいは流木が橋に引っかかっての咳止め、それらの崩壊によってその被害を大きいものにしたと、 指摘している。他にも大きな災害となった理由がいくつか挙げられている。まず、豪雨以前に山が崩れやすくなっていたことである。この年の梅雨そのものも雨量が多く、例えば竜神では6月から7月前半で800ミリメートルほどの豪雨があり、雨の降らなかった日がその間に12日しかなかった。そのため、この集中豪雨の時には、 山間部の土壌はすでに水を含んで、飽和状態に近かったのではないかと言われる。また、山林の乱伐や無計画な植林によって、山の保水力が低くなり、また山崩れしやすくなったとの指摘もある。ただしこれについては小規模な山崩れは植林との相関も考えられるが、この時のような大規模なものはあまり関係ないだろうとの指摘もある。他に、 崩れやすい地形に集落があったことなどが挙げられている。奇襲大水害を契機に建設された、椿山ダム奇襲大水害の発生した1953年は、大水害の当たり年でもあった。6月25日から6月28日には、九州北部に壊滅的な被害をもたらした、昭和28年西に日に本水害が発生し死者、行方不明者背に一名 8月14日から8月15日には、集中豪雨の語源にもなった南山城豪雨が発生死者105名、9月には、淀川に過去最悪の洪水をもたらした、台風13号が遅い死者、行方不明者478名と毎月のように、日本各地で大水害が発生した。このため1953年の水害総被害額は、約5940億円となり、 現在の貨幣価値に直すと、およそ3兆2401億円という莫大な被害額となった。カスリーン台風によると根川の大水害を皮切りに、廃線直後の日本を連々襲う水害は、廃線で疲弊した日本経済の復興に対する大きな障害であった。これを懸念した内閣経済安定本部は、諮問機関である治水調査会に諮り、 根本的な治水対策を検討する。具体的には、モノノベ・オサオが戦前提唱した河川総合開発事業による水系一貫の治水計画の採用である。堤防の整備や稼働の拡張、植林の促進による森林保水力整備に加えてダムによる洪水調節を行うことで治水安全度の向上に加え当時課題となっていた。 食料増産対策としての考え、電力不足解消としての水力発電開発を同時に実施することで戦後日本の早急な経済復興を目指した。模範となったのがアメリカ合衆国のテネシー川流域開発公社であり、当時日本を占領していた連合国軍最高司令官総司令部民政部の官僚がニューディーラーであったこともダムを中心とした。 河川開発を推進する要因になった。奇襲大水害で大きな被害をもたらした河川では、木の川、小座川、日高川、有田川、広川でダムによる治水対策が図られた。まず、小座川本流に1956年多目的ダムで、ある7川ダムが建設され、続いて、有田川本流に1966年に川ダムが建設された。 さらに広川では地水ダムとして、広川ダムが1974年に完成。そして日高川本流には、和歌山県下最大級の多目的ダムである、椿山ダムが1988年、長年の反対運動を経て完成する。小座川、日高川、有田川、広川は1964年の河川法改定に、伴い二級河川の指定を受け、以降は、和歌山県が、 河川管理者として河川改修を実施している。現在は、切り目川に切り目川ダムが建設されている。2009年民主党政権によって一旦は事業見直し対象のダムに指定されたが、和歌山県は引き続き建設する姿勢を崩さなかった。そして、民主党下野後の2015年に切り目川ダムは完成した。 一方一級河川に指定された木の川と熊野川であるが、吉野熊野特定地域総合開発計画によって、灌溉と水力発電を中心とした総合開発事業が行われており、地水については堤防整備を中心とした改修が行われた。しかし、伊勢湾台風による木の川の水害を機に、ダムによる洪水調節が求められ、大滝ダムが 木の川本流に建設された。岸川はダムの建設はされず堤防改修が主体で実施され、金伊入川では建設が予定されていた金伊入川ダムが中止となった。熊野川水系には治水を目的としたダムは建設されていないが、熊野川本流の風屋ダムと日のダム、支流北山川の池原ダムについては1966年の建設消火選局長を通達。 伊達川発第178号によって第一類ダムに指定され、治水の目的は持たないが、洪水調節の責務を負うことが規定された。建設されたダムの洪水調節要領はいずれも、奇襲大水害における洪水を基準にしており、ダムを中心にした河川改修によって、奇襲大水害以降、多くの死者を出す洪水は発生していないが、 ダム建設に伴う水没地域との圧力や漁業資源に対する影響が課題となっている。ありがとうございます。